これから204の付属パーツの交換説明をします。まず最初にテンプルを畳んでください。ポイントは最後まで畳んでもらうことです。それから両手でフレームとテンプルを持ってこのようにひねり上げて外してください。それからサイドパーツをスライドして取ってもらいます。そうするとこのようにフレームが割れますので、レンズを外してスペアのレンズをこの溝に合わせて挿入します。そしてこの割れている部分を上下に強く押さえて付属のサイドガードを挿入します。奥まできっちりと挿入してください。それから最後にテンプルの溝に合わせて引っ掛けるように入れます。そしてこのようにカチッと音がするまで押し下げてください。これでレンズとサイドパーツの交換ができます。